上でーす。今日はね、相方の山にちょっとドッキリ仕掛けようと思うんだよね。いつも仕掛けられてばっかだから、たまにね、仕返しみたいな感じで仕掛けようかなと思います。じゃあやるぞー。おうおう、あ、エジ、その高さいいんじゃね。いいっすか。うん、おお、アペタもいい感じに映ったね、今ね。だね。うん、そうだね。山ちゃん来んの待ってか。そうだな。よし。うん。いや、ほんとね、最近さ、うん、仕事さ、ようやく忙しくなったのよ。うん、よかったじゃん。だからさ、さんまさ、やっと来てさ、さんまちっちゃいのよ、今。うん、へぇ。残業とかね、なってさ、そうそうそう。あの、大変だな。うん。カメも仕事ちゃんとやってたんだっちょ。うん、仕事やってる。うん。順調で何をしていいんだけどな。飛ばすくないかね、今日。そんなことねえよ。確かになんかちょっと、便器が、ないな。何さ、なんかさ。いや、なんでもない、なんでもない。うん、そう。うん。うん。だからさ、うん、本当。でもまあ少しね、サンマ入ってくるようになってさ、うん、まあようやく稼ぎ時じゃねえけども、うん、まああと1ヶ月しかないのよ。いい感じちょっとぐらいしか。あ、そう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 、それまでにどこまで挽回できるかっていうところなんだよね。そう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 。カメ、うん、だ本当に大丈夫かお前。大丈夫だよ。なんか暗くて、なんか暗いよね。大丈夫だって。なんかその大丈夫だっていう、なんかそれで言葉聞くとなんか不安なんだけど、なんか変だなと思ってんだけど。大丈夫だよ。本当？うん。なんか隠し事がねえの、なんかやばしたねえの、まだ。まあ実はね。何を？ま、ちょっとみんな言ってねえ子だったんだよ。なんだ？え？あの、俺実はさ、うん、昔、うん、ネズミ子をやってる時があって。いや、その話聞いてねえけど。ああ、聞いてねえ。今までな、言ってねえかったから。ネズミ子、ネズミ子、それでさ、ちょっと引っかかっちまってさ。引っかかった？うん。あ、自分なんか買ったの、そいつ。ネズミ子で、うん、買ったな。何買ったかちょっと覚えてねえけど。で、それでさ、うん、消費者金融から金借りで払ってやるの、最初は。あ、で、それがちょっと雪だるま式に膨れ上がってって。雪だるま式に膨らんだ？うん、膨れ上がってって、うん、ちょっと差し押さえ来ちまったのよ。差し押さえ？うん。ちゃんと払ってなかったの？払ってなかったんだな。払ってなかったんだなって。いや、一応払ってもいたんだけどな、消費者金融から借り入れてもさ。うん。で、差し押さえも来ちまって、うん、で、今月中にちょっと払わねえど、うん、ちょっと家のもの全部持って帰るって、まあ、通達来たのよ。本当だろ、差し押さえなの。うん、通達来たの。来たよ。マジで。で、それで俺今昼仕事してんじゃん。ああ、してるよ。うん、してね。で、ちょっと夜もやんねえといけねえから、少しでもあの返済額を多くするのに、うん、だからちょっとしばらく YouTube できないかもしれないんだよね。え、それは困るな。マジか。うん。本当にマジな話だ、それ。マジな話。そうだね、本当にね。本当。うん、ちなみに、何、いくらぐらいの。あ、金額？うん。100万。は？ 100 万？ 100 万。100万っす？うん。消費者金融に、ま、そう。差し押さえの一括で払わなきゃね、額ってのが100万。今月中に？うん。だって先生、あの、オーバーしてる、あれでしょ、払ってねえから、延滞利息とかついたんでしょ、これ。うん、ついだ。マジで。そうだよな。いやどうすんの、どうすんの。で、いつまで普通払わなきゃなの。今月のまずい。すねじゃん。え、あ、まあ差し押さえで今月末まで払えてきて、うん、で、どうすんの、お金いくらあるの今。うん、正直今2000しかないんだ。2000。うん、どこにもたん、何にもなんねえな。マジで。だからさ、ちょっと待って、
だから、もしあれだったら、ちょっとみんな、から、借りでちょっと払いたいなと思ったの。いや厳しい。100万だべ、うん、?2000 しかないんだよね。うん。だって3人で終わって30。30万。あ、でも30、うん。3、4、5万。3、4万くらいは借りる。借りなきゃいけないってこと、うん、いや、ちょっと俺はきついなぁ。俺も精一杯だな、自分のことで。山もつらいぞ、ほんとやわ。100万だね。100万。でも、返さないで差し押さえて、なんだ、チョコの、ここのもの。なるな。あー、困ったな、YouTube。せっかく YouTube 楽しいこと、みんなでやってて、これでしょ。いやー、どうすんねん。俺もな、ほんとに YouTube、なあ、もう楽しいし、続けても生きてからさ。うん。アペ無理なんで、じゃあ。厳しいです。エーズ今無理なの？ちょっと無理だなぁ。あぁマジで。月末まででしょ？うん。2000しかないでしょ。うん。頭入れがないそう。かーめー本当になんでそんな風な ねずみ子とか引っかかるわけよ、本当。なんでねずみ子、なんでねずみ子したの、本当。昔のよく分かってなかったんだろうな。分かってね。あの、だから、あれでしょ？儲かるから、おめえもやれねえかっていう風に言われたんでしょ？うん、なんかその話に乗ったんだべな。そんで、買って、うん。そんで、借金までして、うん。結局売れねえってか売れねえかったのか分かんねえけど、うん、借金だけ残ってで そいつはそいつで差し押さえ払って願ったんだね今まで、うん、でもうだっていく忘れてたの月何本って払うのって忘れてたっつうかまあそっちの方も払わねえ気は願ったんだけどやっぱり生活しなげねえっつうのもあったからあそれはそうだけどさ、うん、やっぱそっちの方さ回してたからそっちのその、支払いの方さまで手回んなかったんだよな。か、で、髪染め、それでも髪染めでさ、その分、もう合わせようって話だよね。少しでも。で、その前に相談してくれればさ、こんな風にならんねえわけだべっちゃ。まあ、そうだけどさ、さすがにちょっと、なあ、言いづらい状況だったからな。まあ確かに言いづらいとこはあったけどさ、うんまあいい、わかった。しょうがねえが、今回だけ貸すわ。マジで ?100 万だっちゃうん。なんとか。マジで山さ、あんまりもんど、あまあ、ちょこずつ貯めるっていうか、あんまり使わない方だからさ、まあ、なんとか、まあ、なんとかすればなんとかなっかもしんないから、まあ、とりあえず、準備してみる、準備やってから、やってみるわ。100万だっちゃう、うん、ちゃんと返せよ、次、貸す払い。うん、それはちゃんと返すよ。そいつ約束ね。ちゃんと返すこと、約束ね。うん。で、用意すっから、ちょっと、うん、いつまで、だから、月末だべ、うん、月末だっちゃう、うん、じゃあ、もう次の撮影の時まで、ちょっと、あの、いろいろ銀行とか行って、下ろしてくっからさ。うん。うん、ありがとな。ありがとうな。ほんとね、神、うん、頼むぞ。YouTube 楽しんで、やんなきゃダメなんだからさ。うんまあ、俺も正直な、一、うん、人でもし YouTube このままやってくってなったとしたら、一、うん、人でやっぱやってく自信ねえし。俺もねえんだよ。うん、神ってさ。やっぱなんだろう。俺のさ、暴走止めれんのって山ぐらいしかいねえと思ってるから。あ、でも、神の暴走止めないねえけどな。YouTube で、俺のだって YouTube での暴走止めれんのって山ぐらいしかいねえじゃん。いや、まあ、とりあえず、貸すわ、うん、今回貸すわ、なんかな、うん、ほんと、ちゃんと払ってね。ちょっと、やって、うん、お願いね。分かった。しっかりしてね。分かった？そういう約束ね、うん。約束だぞ。約束。じゃあ、で、撮影、うん、次の撮影まで用意すっから。うん。うん。で、OK ね。ありがとう。うん。じゃあ、もう大丈夫だ。うん。じゃあね。よし。はぁ。てってれー
よこれ。ふざけんなお前、おいしいパイコンなんだべお前な。いや実はさ、そこにカメラ仕掛けてたんだよ。なんでそんなとこ隠してんのよ。だってえええ、いや、やっぱあの生々しいのをさ撮った方がいいかなと思って。ふざけんな。笑えねえんだよ、こういうドッキリっていうのはさ、ほんとにやもう。マジで貸そうとしたもんね。ねえ。だってさ、カメイね、YouTuber 楽しくねえんだよ、俺もう。せっかくやってんのにさ、そんで、借金でな、やれねえとかってさ、おめえ、ほんとくざやんな、わが。心配されば、わが。おいおい。でもドッキリなんだよ、これ。まあ、まあ、まあな、ドッキリだよ、よかったもん、ほんとに。お、大丈夫だな、ほんとに、借金ねえべな。大丈夫だよ。ほんとだよな。疑り向けえな。こいつ信用できねえからね。大丈夫だって。大丈夫ね。うん、大丈夫ね。大丈夫だよ。ああ、よかったよかった。ね、カメラそこだよ。ああ、だね、まあ、ということでね、見事ね、山引っ掛けた。ああ、危ない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 。こいつ、ということで、はい。うん、大丈夫ね、うん。まあ、ということで、まあ、いかがだ、ドッキリ、引っかかっちゃいましたけどね、まあ。まあ、いかがだこういうことだってちょっと言えないよね。あ、いかがだいかがだいつものやつやれよ。おめえ、いつものやつやねん、終わんねえ。もしよろしければ、チャンネル登録、そして、交換職、まあ、交換職、ね、お願いします。はい、お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。やっこみでしたー。やっこでした。バイバーイ。ほんとにふざけんな、マジで。ちょっと、まあ、ああ。お金貸して。うわっ、まさに、ふざけんな。借金したな。ダメだ。